まあ、斉藤みどりが出てまいりました。この選手であります。昭和45年12月16日生まれ、まだまだ若い選手でありますが、顎の負傷が癒えた現在元気に活躍しています。青コーナー JRP 広場でジュニアチャンピオン125分のザ・スコルピオン、同房のチャンピオンザ・スコルピオン、斉藤みどり、いよいよチャンス到来。一発チャンピオンを倒してもっと上位に上がりたいところでありましょう。さあこの対決、鈴木さん、はい、まあ、相手が新鋭ですので、チャンピオンのスコルピオン、まあ、どうやっても斉藤にとってはちょっと勝ち目がないかなという感じですね。まあ、当たって砕けろですね。そうですね、まあ、これ本来なら大抵の勝ちだったんですが、はい、鈴木の負傷によってこういうカードが実現したんですが、はいはい、まあ、冒頭でも鈴木さんから解説がありましたように、マスカラコントラ壁ジュラで選手権試合の予定だったんでありますが、はい、キューティー鈴木選手が9月の8日の塩尻大会におきまして、あのダイナマイト関西選手のラリアットを受けて負傷、駿河台日本大学病院で診断を受けた結果、肩軟骨損傷で2週間の安静を言い渡されたということで、そのタイトルマッチは延期になっております。次回の放送では必ずお送りする予定になっておりますので、どうぞお楽しみに願いたいと思います。さあゆかりちゃん、はい、この勝負ですけれども、チャンピオンのスコルピオン、あー一発すごい。でもスコルピオンも今日タイトルマッチだってやっぱり気合い入れてたと思うんですけど、はい、そうですね、が延期になって、ちょっとなんかこう気が抜けちゃってる部分はあるんじゃないかなと思うんですけどね。なるほどね。しかし今顎からバストの間に打ったラリアット気味のパンチすごかったですね。一発で場外に斉藤みどりを突き落としたんですけれども、斉藤みどり選手もなかなか新鋭の中では勝ち気の選手です。サッとリングの中に入ってまいりました。この根性はゆかりちゃんいいですね、認めてあげたいですね、はい、体格的にはね、そんなに遜色ないんですからね、はい、そうですね、先ほどもちょっとご案内しましたけれども、新鋭の斉藤みどり選手は、スポーツ歴は機械体操であります。非常に体が柔らかい選手で、ドロップキックの高さというのはこの4期生の中では、まあ、ナンバーワンと言われておりまして、あの新人王の決定戦の時に敗れましたけれども、気迫は十分に感じられました。その斉藤みどり、将来性はゆかりちゃんどう見てます？そうですね、やっぱりだからさっきも言ったようにね、福岡と一緒にやっぱり体操やってたんですから、バク転とかもできるんですから、もうね、そういうあの技であればスコルピオンに本当負けず劣らずっていうかね、できると思うんで、そのどん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 出してほしいんですけどもね。そうですね、まあ、締められてはおりますけれども、相手の右手で相手のボディを狙い撃ちする、その斉藤みどりであります。しかしまあ新鋭にとりましたゆかりちゃん、こういうチャンピオンと戦うということは非常に一つはチャンスなんですよね。チャンスですよ、でもやっぱりそれなりに緊張もしてると思うんですけどね、はい、まあ柔軟な体を十分に生かした技をこれから身につけていけば、もっともっと上に上がれる選手、これは鈴木さん保証してもいいですね。まあ、キューティーが負傷したから、はい、チャンスが できたんですよね、こういうチャンスをね、利用してどん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 のし上がらなくてはいけません。その斉藤みどり、さあ一方のザ・スコルピオン選手、今日はタイトルマッチの予定でそのようにボディコンディションも作ってきたんでしょう。しかしまあ残念なことです。まあ、今控え室に残念ながら今日は待っておりますキューティー鈴木選手ですけれども、はい、決心は変わらないようで、まあ、女の命、それから、まあ、タレント生命に関わるというような評判も聞いておりますが、複雑な心境かと思いますけれども、10月10日の勝負は髪切りマッチで勝負を挑むようですね。まあ、髪を切られたらね、タレントとして仕事をするのに大きな支障がね、そうでしょうね。さあお話の間に斉藤みどり規制を発しております。相手の覆面に手をかけまして顔面に打ち付けておりますが、セカンドロープに上がりました。さあドロップキックか、ミサイルキックは失敗。さあここは一気にサソリだろう、サソリだろう、おっと違います。スコーピオンというのはサソリという意味ですがね、そうですね、ハーフボストンクラブに行きました。スコーピオンはですね、はい、負けたらこのマスク脱ぐんですよ。そうですよ ねこれはやっぱり大変なことですね、はい、ズバリ、ゆかりさん、はい、スコルピオン対キューティー鈴木のタイトルマッチ、ズバリどうですか？キューティーはタイトル奪取できますかね？あ、でもやっぱり髪の毛がかかってなるとね、やっぱり意地出すんじゃないですか？だからノンタイトルでね、1回負けて、しかもタイトルマッチでもまた負けた、はい、相当悔しかったんでしょうね、きっとね、まあ、それだから壁際、マスクをかけてやろうということになったんですがね、まあ、しかし正直なところタイトル奪取は難しいんではないかという気がいたします。ご覧のようにスコルピオンの今の強さ、うまさというのは火の打ちどころがないんじゃないですか？そうですね、
あの大田区体育館の大会の時にも新しい技をタイトルマッチで見事に決めました。ローリングジャーマンスープレックスホールドで 100% の防衛戦を果たしたわけであります、それからあの怪我の話がありましたけれども鈴木さん、はい、もう一人あのベテランの風間ルミ選手 ね、左第9肋骨骨折ですか。そうですね、第9肋骨骨折。いやいやいや、怪我人続出の JWP ですね。しかもこれあの風間の場合は1ヶ月の安静加療を要すということですね。さっきもリング上がった時結構痛々しそうでしたね。そうでしたね、そうでしたね、まあ、今日は試合に出場できませんので満員の後楽園ホールのお客様に、まあ、姿だけを見せまして申し訳ないということを頭を下げておりました。まあ、ともかく10月は休養、はい、そして回復したら11月からカムバックということが目的ですね。そうですね、さあお話の間にザ・スコルピオンエンジンがかかってまいりました。強烈なストンピング攻撃、相手の斉藤みどりを痛めつけます。このサッカーボールキックすごい、男顔負け、いやー溝打ち、痛い、これは痛い、これは痛い、あー背骨、痛い、これも痛い。いや倉持さん、このね、若い選手にね、こういうむごいと思われるようなことをするということはね、これはいい教育なんですよ。そうですかね、教えるということね、お前たちにはそんな簡単に負けないぞという含みもあります。なるほどね、はい、まあ、男子レスラーの場合には、まあ、それが分かりますけども、女だと同じですよ。そうですかね、はい、ゆかりさんも後輩にああいうあれをしました。やりましたよ、もうめちゃくちゃに自分もやられてましたからね。どうにか自分が上になったらやり返してやれとか思って。後輩には遠慮しないんですか。しないですよ、試合の時は。なるほどね、あ、そうですか。おっと、今度はほっぺたです。抜かれちゃたまんないもんな、亀の毛をわしづかみ、強烈です。ザ・スコルピオン、と泣き叫びます。斉藤みどり、亀の毛をつかんだ。よくこうリングサイドから見てますと、感じるんですが、長い髪の毛の選手がゆかりちゃん多いでしょ、はい、わしづかみにして振り回されることがありますね、髪の毛ってのは抜けないもんですか。結構抜けますよ、試合やったらリング束で落ちてますよ。試合やってる最中は痛みは感じないでしょうけども、ね、痛いんでしょうけど、試合やってる緊張してるから、そんな痛くはないですよね。いや鈴木さん、ちょっと残酷ですね。髪の毛ザバッと抜けるんだそうですよ。まあ、女のね、命ですのにね。まあ、さっきのキューティー鈴木選手の決意ですけれども、本人は治ったら一日も早くやりたい、はい、こう言ってますね、自らの髪の毛をかけます。10月10日ってもでもそんなね、もう日にちないですよね。そうですよね、これまでに完治するんでしょうかね、はい、怪我したのが9月の8日ですからね、そうですね、それから2週間ですから、はい、ザ・スコルピオン、トップロープに上がりました。今度はあっと踏みつけ攻撃であります。また背中にザ・スコルピオン対斉藤みどり、この勝負はあっという間に肩がつくかと思ったんですが、斉藤みどりのこの粘りはいいですね。どこまでも粘ってほしいと思います。フライングボディアタック、斉藤みどり選手、今日はまあ私ども放送席では5分もたないだろうという予想を立ててたんでありますが、なかなかよく頑張っております。斉藤みどり一発チャンピオンを倒して、もっともっと上に上がりたい、名イベントを目指したい、その気迫、その粘りだけでしょう。斉藤みどり、将来の名イベントを目指しています。この選手はまあ強くなるでしょう。うまく回転いたしました。左の腕をねじります。そして関節を取りました。ザ・スコルピオン、今度は腕殺しに行きます。オールランドのレスリングを展開しております。今夜のザ・スコルピオン、160センチ、55キロであります。スコーピオンデスロック、ムーンサルトプレス、それからリバースチキンウィングアームロック、いろんな技を持っております。そのザ・スコルピオンです。関節攻撃ちょっと苦しい斉藤みどり、さあ立ち上がりました。もう一回体をねじります。大きくロープに飛ばすでしょう。今度は何を待ってるか。今度はスライディングしてうまく潜り込んだ、裏アキレス腱を取ります。斉藤みどりです。裏アキレス腱攻撃、なかなかゆかりさんうまくなりましたね。そうですね、非常に冷静沈着、一生懸命でも斉藤が攻めてもやっぱりマスクかぶってるとどのぐらい痛いっていうか顔の表情が分かんないですからね。それはうまい、握り寄ってサードロープを掴みます。そのザ・スコルピオン容赦しません。裏アキレス腱固め、
さあもう一回今度は反対側の攻撃、反対側の足をうまく狙い撃ちする斉藤みどりです。一発一発打つごとに声を発しながら打ちます。少し胸を貸してやろうという気持ちもあるんじゃないかな。あるかもしれませんね、かなり打たせてますね、はいはい。さあ今度はサソリか、サソリの、いや、あー、ハーフボストンクラブですね。ボストンクラブです。サソリ固めにはなっておりません。ボストンクラブの体勢でございます。これでグッと持ち上げますとシャチホコ固めになります。シングルレッグロックって、そうですね、完全なるシャチホコ固め、ね、時折あの神取忍選手が見せる技であります。シャチホコの体勢ちょっと苦しくなりました。体がほとんども歪んでまいりました。もう一発ボディースラム、そして横を向かせて今度は先頭背中で落とします。そしてセカンドロープトップロープに上がった。さあヘッドバットがあるぞ、得意技のヘッドバットがあるぞ。あっとそのフラングボディープレス、これで決める。さあ一気に決めていくでしょうか、決めるでしょう。これで決めるでしょうね。しっかりと足を絞り込んでおります、絞り込んでおります。ハーフボストンクラブです。これでギブアップか、これでギブアップか。ハーフボストンクラブちょっと苦しくなりました。スコルピオン苦しくなりました。もう一回締め上げます。後楽園ホール悲鳴だけが聞こえます。いつもの JWP のファン以外のお客様が今日はリングサイドを取り巻いておりまして、まさにゆかりちゃんあれですかね、はい、声が出ないで感染してますね。静かに感染というか、あっけに取られてるのかもしれませんね、そういったムードの後楽園ホールであります。決まらないでしょうね。そうですかね、ぐい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 締め付けています。ハーフボストンクラブ、はい、あとロープまで30センチ。決めるときはすぐ決めるかね、はい、そうじゃなかったらやっと時間かける。ロープタッチでブレイクします。逃げられましたよ。なかなか頑張ります斉藤みどり。この頑張りはゆかりさん予想してましたか？そうですね、私今日さっきも、ね、福岡もそうでしたし、はい、今日粘り強いですね斉藤も。粘り強いですね、まあ、一歩一歩こういう努力を積み重ねて名イベンターになっていくんです。これの斉藤みどりはあっぱれです。さあ今度はうまくスコルピオンのフラングボディアタックを外しました。さあもう一回、今度は斉藤みどりが飛んでいきますか。キッチンシンクだ。さあおっとすごいスープレックスホールドザスコルピオン、すごいスープレックスを見せました。まさにオリジナルホールドと言っていいでしょう。ザスコルピオンです。さあそろそろ大型の技を駆使して一発で仕留めに行きますか。さあ得意のムーンサルトプレスでしょう。得意技18番、完璧に決めてカウント3。最後はムーンサルトプレス。まあ、中盤戦はかなり打たれてはいましたけれども、相手に花を持たせたんでしょう。ザ・スコルピオン、まさに余裕100着の勝利と言っていいかもと思います。12分47秒でございました。さあいよいよ次回の放送ではザ・スコルピオン対キューティー鈴木のマスカラコントラ壁ジュラ、マスクハギマッチのタイトルマッチが予定されておりますので、これはもう絶対にお見逃しなく。もしチャレンジャーのキューティー鈴木選手が負けますと、自分のそして自慢の長い髪の毛をリング上で切るという非常に過酷な、ルールでございます。どうぞお楽しみに願いたいと思います。ザ・スコルピオン CA の斉藤みどりを軽く一周した勝負でございました。